なめこずクッキングのお時間がやってまいりました。メインシェフのなめこさんと私たちアシスタントのダンボールなめこでお送りします。さて早速シェフ、本日は何を作るんですか？モテモテパンプキンパイ。バレンタインか何かと勘違いしてるんじゃないですかね。違う。まあ細かいところは置いといて、早速レッツクッキング。早速材料はこちらです。パイ生地は3枚から4枚ご用意しました。ツヤ出し用の卵、そしてかぼちゃペーストにはかぼちゃ 400g を使用します。バター 45g、 砂糖 45g、 そして牛乳が大さじ4となっております。それではシェフ、最初は何をしたらいいですか？するために温めるということですね。かぼちゃをラップでくるんで、このまま700ワットで3分温めます。結構温かい。さあ、いい感じでかぼちゃが温まりました。はい。あ、じゃあちょっと待って、溶かします。溶かして、はい、お願いします。お見事。これもう少し細かくした方が良いんですかね。はい、じゃあ細かくします。まずは種を取る。はい、うん、狭いね。はい、種を取りました。大きさはどれぐらいですか？あ、2-3 センチぐらい。あ、そうか、なので後で潰すってことですね。これ切っちゃってもいいですか？皮を剥く。はい、これそうしたら 400g 皮をこうやっていいのか、お料理番組で。結構硬いな。よいしょ。青いところは取っちゃった方がいい。煮物とかだと別に食べれるんですけどね。今回はパンプキンパイなので、確かに電子レンジで温めてからの方が圧倒的に切りやすい。 400g、 300だ、700だと、まあ足りない。4分の1玉でだいたい150ってことは、半玉、2分の1玉やらないと400にならないってことですね。250、あと 50g。 ちょっと2分の1玉だと若干 300g に足りなかった。はい、300g 測りました。400、かぼちゃ400でした。あと 100g。 結構これ丸々やっていいぞ。
400g 必要なんですよね。あれじゃあさっき合ってたじゃん。合ってた。旦那目は計算間違えてました。 400g です、これ。はい、というわけで、かぼちゃを 400g 用意しました。皮を剥いた状態で 400g。 これどうしたらいいんでしょう。なるほど、じゃあこれをもう一度温めます。蒸しやすくするためにふやふやになるまで温めるということですね。では再びレンジチン。ではこれを一旦ボウルに移しますね。あ、これ角切りにするの忘れてた。すいません。すいません。潰しにくいかもしれないけど、ちょっとお願いします。はい、では皆さんお次はマッシュ。はい、というわけで潰していただきます。強いですね。実に力強い。意外と潰れてる。OK。代わりに潰します。ってことは、じゃあ基本どうでしょう、いかがですか。グー、グー、はい、はい、では潰し終わりましたので、次はどうしたらいいですか。あ、ヘラをやって混ぜていくんですね。こねこね、こねこね、はい、あ、材料を入れるということで、バターから。バターを入れます。こちらです。はい、はい、瞬間だ。はい、こうね、もうこうね、こうね、あれもさん、ちゃんと腕動かしてください。砂糖を入れます。しけっておろう、混ぜます。やる、一緒に。こうね、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 こうね。じゃあお次は、あ、ごめんなさい、これね、片付けた方がいい。はい、すいません、これちょっと持ってってもらって。では牛乳を入れていきます。はい、少しずつ、こちらは様子を見ながらということですね。こねこね、こねこね、もう一回入れようかな。はい、はい、こねこね、こねこね、ちょっと混ぜづらくなってきたので、お手伝いしていいですか。私めが仕上げさせていただきます。どうです、このぐらい、ちょっと水っぽい、いい、大丈夫。はい、では、混ぜ終わりました。このような形で混ぜています。はい、ではこのような形でしっかり混ぜ終わりました。ではお次は、このシナモン、シナモンを振りかけるということですね。いいですか、開けますよ。はい、どうぞ。出てる。くしゃみが出た。あ、出た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 、いっぱい出て、いっぱい出てる。いいよいいよいいよ、え、うん、いいよ。どれくらい出したらいいんですか、これは。知らぬ。このぐらい出てます。OK。OK だそうです。じゃあ閉めますね。はい。パチッ。一旦シナモンも軽く混ぜ合わせておきますね。はい。一
ちゃめちゃ入ってます、シナモン。めちゃくちゃ入ってます。大谷さんぐらいシナモン入ってます。うん、あー、バターの匂いと相まってシナモンが入ると急にお菓子っぽい匂いが出てきましたね。すごい匂いが、はい、ではシナモンも混ざり終わりました。はい、変わりませんか。こんな感じです。アネコさん、かぼちゃペーストが出来上がったということで、お次はどうしたらいいでしょうか。はい、まな板の上にクッキングシートを敷く。まな板の上にクッキングシートを敷いて、その上にパイ生地を置きます。あ、パイ生地ってこんな風になってるんだ。すでに溶けている。ちょっと待って、ここに2枚置けばいいですか。こういうことね。こういうことでいいですか。はい、そしてお次は手でこねこねする。はい、じゃあちょっとラップでカバーしておきましょうか。このパイ生地をこねこねするってどういう、どんな感じで。あ、普通に伸ばすんだ。うん、ちょっとお手伝いした方が。あ、綿棒で、はい。これはどれぐらい伸ばしたらいいんですか。結構長く。言うてもすでにあのまな板のサイズに近づいてはいるんですが。これだと短い。OK。はい。そうしましたら、お次はどうしたらいいでしょうか。あ、ペーストをパイの生地にのせると。了解です。じゃあ、これは一回剥がしていいですね。はい。というわけで、伸ばし終わりましたので、ここからペーストをパイに包んでいくという工程になりますが。私たちで任命されました。いいですか。僕なんかでいいんですか。じゃあちょっとお言葉に従いまして、包むために蓋の部分をちょっと用意しないといけないんですが、ちょっとで、蓋の部分に切れ込みを入れます。これが交互に膨らむように網目模様を作るイメージですね。間違えた。網目模様にならなかった。申し訳ない。作ったペーストを背景に入れていきます。このぐらい、もっといっぱい、こんなもん、もっと欲張りなめこですね。そっか、ほんもりしていいのか。そっかそっかそっか。もう少し薄く広げる。四角くした方がいいかな。こういうことですね。こういうことですね。まあ、上手。上手。ほんと？こんなもんでどうでしょう。OK！ じゃあもう片方にも。せっかくなんで、ちょっとこっちなめこ型にしてみようかな。ね。少なくともペーストだけちょっとなめこの形をイメージしておこう。どうぞ、ちょっとなめこ感。なめこ感のある形になりそうですよ。そしたら四角いの綺麗な方はこっちに。これ上からかぶしていいんだよね。はい。で、こちらが、なめこ型に。カットしろ。カッツ。カッツ。ちょっと切るわ。切って、まあなんとなくなめこ型になるようにします。で、この周囲をフォークで押さえるんですね。はい。だから
パイって端っこがこうギザギザしてんだ。結構難しいぞ。え、合ってる？これで合ってる？人生初のパイ包みに悪戦苦闘しております。こんな感じでしょうか。はい、肝心のなめこ型パイ、クラゲみたいになっちゃいました。結構膨らむんですかね、パイって。そうなんだ。どれぐらい？そんなに？これが？リアルだ、リアルでサイズ感。ちょっとさ、目とか作っていい？わかんないんで、もし超巨大な目になったらすいません。口、どう？オッケー。腕はいっか、焦げちゃうもんね。はい、というわけで包み終わりました。見てもらおうかな。ちょっとカメラカモン、このような感じで包みました。ちょっとなめこさんは手と足がありません。ではここからどうしましょうか。卵、卵をハケで、あ、表面にヌリヌリすると。でこれかき混ぜたらいいですかね。はい、ハケをなめこさんのお手につけるというわけですね。ではチョン、あチョン、あチョン、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 もうちょい、はい、つきました。繊細な手つき。はい、あちょんちょんちょん、はい、ピッピッピッ、垂れてる。はい、ああ、いいですね。あらら、そうですか。さらに、はい、どうぞ。ゆとり、ゆとり、ゆとり、はい、塗れました。 OK。 ちょっと顔だけ閉じて、顔をつける。はい、はい、できました。ではいよいよ焼く工程ですね。はい、ではこの卵液を塗り終えた灰をトースターで焼いていきます。ご家庭にオーブンがある方はオーブンでいいんですよね。今回ちょっとトースターで焼いていきます。トースターなのでちょっとね、時間設定とかもあれなので、様子を見ながら焼いていくということで、これもう入れていいんです。はい、では入れさせていただきます。ガチャリ、ちょうど入らん。こんなんでいいかな。様子を見ながらって言ったのに、インシートがでかくて中が見えない。あ、すでに香ばしい香りが。はい、じゃあ焼いていきます。はい、というわけで香ばしい匂いが漂ってきました。開けます。じゃじゃーん。お皿にのせちゃいます。まずは四角い方。そしてなめこ型の方がちょっと火傷をしてしまいました。
さっきね、ちょっと中のクッキングペーパーが少しだけ焦げてしまって、はい、というわけでモテモ…これ、なんだっけ、そもそもハロウィンにモテたいモテモテパンプキンパイ完成です。美味しそう。でも初めてにしては上出来じゃないですか。シェフはもう何度も作ったことあると思うんですが、ね、私は初めてパイを焼きましたので、ご覧ください。こんな感じで早速いただきましょうか。お写真を、ね、撮ってから可愛く盛り付けて、ナムさんこんな感じ。おお、手がいい、手いいですね。手もっとください、手ください。そうそうそう、寄せちゃって寄せちゃって寄せちゃってください。そう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 、あー、かわいいお手手、かわいいお手手、いいねいいね。はい、取った、はい取った、食べましょう、はい食べましょう。はい、では出来上がったパイを早速味見してみましょう。実食ということで、どっちいきます、こっち、普通のパイ。ちょ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 、じゃあまずはシェフから召し上がっていただこうかしら。はい、あーもぐもぐもぐ、どうですか、おいしい、おいしい、いただきました。私もいただきます。あ、あ、あ、おいしい。なにこれ、もう一個食べていい、ね、おいしい、驚くほどおいしい。あ、あ、あ、口、口に当たった。あ、おいしい。外はサクサク、中はしっとりと、ね、かぼちゃのペーストがいい感じですよ。2人で頑張ってこねた甲斐がありましたね。あとね、シナモンいっぱい入れて正解。なんか高級感のある味わいになります。ね、変ですね、これね。さすがシェフでございます。僕ね、絶対入れすぎだと思って。苦いサンダル入れたらと思ったんだけど、たくさん入れてくれてね、大正解です。ね、さすがでございます。で、せっかくこんなに上手にできたパイなんで、みんなにも食べてもらいたいですね。ということで、じゃじゃん。特製ラッピング紙袋ですけど、これに入れて、今度のハロウィンパーティー、みんなに、このナメコパイを、なめこ型のモテモテパンプキンパイを食べてもらおうじゃありませんかね。じゃあ早速ちょっとこれでラッピングしましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。このようにラッピングもしてみましたよ。かわいい。これでハロウィンパーティーもモテモテ間違いなしですね。いやー、どうしよう、もうこんな感じで素敵なパンプキンパイ乗って、ちょっともう初めて、生まれて初めてハロウィンパーティーが大きくなってきましたね。え、モテモテなんてもうちょっと緊張してきた今がね。どうなっちゃうんだろう。なんか音が聞こえてくるけど、誰か収録中に掃除機をかけてる。うわ、マム、なんだお前ら、最後までご視聴ありがとうございました。なめこずクッキングはいかがでしたか。作ってみたい、食べてみたい、美味しそうって思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。動画を見ながらみんなもぜひ作ってみてください。では最後にもう一度おさらいをします。材料はこちら。そして、ランナメとナメコがレンジ待機中に遊んでいたアプリはこちらです。先日アップデートしたナメコ栽培キットザワールドです。毎月世界のあちこちが調査地として登場する作品です。9月の更新分はアメリカのカリフォルニア州ハーフムーンベイが舞台。パンプキンパッチというハロウィン前にカボチャを選んだり楽しんだりするイベントをナメコ栽培キットザワールドでも行っています。
かぼちゃにちなんだ可愛くて面白いレアな猫がたくさん生えてくるそうなので、ぜひ皆さんもアプリの方でかぼちゃ尽くしになってくださいね。それではみんなでせーの、ハッピーハロウィーン。 イエイイエイイエイ。